ブンブン、ハロー YouTube、 どうもそれです。今回はこちらのユミネチのスマートフォンを購入しましたのでご紹介したいと思います。タイトルにもある通り、こちらはユミネチの最新モデル、ユミネチパワー3というモデルになります。先日の動画では、このユミネチパワー3がセール価格となる1万9000円で販売されているということをお伝えしましたが、実は自分が購入したのはそのセール期間よりも前に購入していましたので、通常の2万4000円で購入しました。では早速開封して、実際にこのユミネチパワー3がどういったスマホなのかご紹介したいと思います。セット内容としましては、すでにユミネチのスマホを買われている方はおなじみのユミネチのサンクスカード、そしてこちらがユミネチパワー3本体。毎回同様、最初からケースが取り付けられています。なお少し分かりづらいですが、今回はグリーンのモデルを購入しました。その他の付属品はといいますと、取扱説明書や SIM ピン、 AC アダプター AC アダプターの定格としましては、 5V2A、 9V2A、 12V1.5A ということですので、 18W の急速充電に対応した AC アダプターになっています。そして、ユミネチの製品としては少し珍しい Type-C to C の USB ケーブルも付属しています。そもそもなぜこの Type-C to C のケーブルが付属しているかというと、実は今回購入しましたこのユミネチ Power 3というモデルは、 USB ケーブルで接続した他のスマホに充電することができます。要はこのユミネチ Power 3自体がモバイルバッテリーのように動作させることができます。その他の付属品としましては、こちらの赤い USB-C to A のケーブルになります。では本体の方を詳しくご紹介します。見やすいようにカバーを取り外しますと、本体のデザインはこんな感じになっています。背面はザラザラしたマット調のデザインになっています。そして背面の中央には指紋センサーが搭載されています。背面につきましては、やはり最大の特徴はカメラかと思います。このカメラは低価格なモデルではありますが、4800万画素の高画素のセンサーが搭載されています。そしてカメラの個数としては合計4つのカメラが搭載されており、4800万画素のセンサーが広角レンズ、1300万画素が超広角レンズ、500万画素のセンサーが2つ搭載されており、片方はマクロレンズで、もう片方は深度測定用のカメラとなっています。自分はどちらかというと、スマホには望遠レンズもつけてほしい派なんですが、やはり低価格なモデルですので、コストのかかる望遠レンズは省略されています。本体側面につきましては、まず左側面については SIM スロットが搭載されています。この SIM スロットはデュアル SIM で、さらにマイクロ SD カードも取り付けることができるトリプルスロットになっています。反対側、本体右側面につきましては、ボリュームキーと電源キーが搭載されています。本体上部については特に端子やボタン類はなく、本体下の方につきましては、中央に Type-C 端子、そしてその隣に 3.5 倍のイヤホン端子が搭載されています。では実際に電源を入れて初期設定の方を行っていきたいと思います。はい、ということで初期設定が完了しました。まずはインストールされているアプリからご紹介します。インストールされているアプリとしましては、基本的には Google 純正のアプリが中心になっています。ですので、アプリの構成としてはとてもシンプルになっています。インターフェースにつきましても、従来通り下に操作用のボタンが並んだタイプで、特別他のスマホと大きく異なるポイントというのはありません。ちなみにインカメラにつきましては、このように左上の方にパンチホールタイプのインカメラが搭載されています。このモデルの最大の特徴としましては、大容量のバッテリーを搭載しており、先ほどご紹介した通り、このスマホ自体をモバイルバッテリーとしても使えるようになっています。では続いて AnTuTu のベンチマークも行いたいと思います。ということで、結果につきましてはこのようになっています。総合スコアが174,140ポイント。詳細を見ていきますと、 CPU が71,000に GPU が29,000、メモリ36,000、UX37,000 となっています。
総合スコアの17満点というのはどのぐらいのスコアかと言いますと、スナップドラゴン670と同じぐらいのスコアになっています。スナップドラゴン670というと、廉価版の Google の Pixel シリーズにも搭載されたことのある CPU で、それが2万4000円で買えるこの Umidigi Power 3がそれと同じぐらいのスコアということで、実はスコアだけ見るならばかなり性能の高い端末と言えます。ただし、MediaTek の CPU ですので、ベンチマークのスコアほど性能を発揮しないというのがこれまでの流れでした。ではこの Umidigi Power 3、実際に動画の書き出しを行った場合、10分のフル HD の動画を書き出すにはどれぐらいの時間で書き出すことができるかというところも検証したいと思います。検証には毎回同様、キネマスターという動画編集アプリを使います。そして動画の書き出し条件としましては、フル HD 30フレーム、ビットレートは 8Mbps としています。では早速テストをスタートします。はい、ということで結果が出ました。 Umidigi Power 3で10分のフル HD 動画の書き出しにかかる時間は11分17秒となっています。これまで自分が購入した Umidigi のスマートフォンでいうと、 Helio P70 を搭載した Umidigi F2 とだいたい同じぐらいの時間となっています。ただ、 Umidigi F2 の方は価格が2万円台後半ですので、2万4000円で買えるこの Umidigi Power 3が2万円台後半の Umidigi F2 と同じぐらいの動画の書き出し時間ということで、そこだけに注目するならば Umidigi F2 よりはコスパは高そうです。続きまして、この Umidigi F2 は背面に4つのカメラを搭載しており、割とカメラにもこだわっていそうな端末ですので、実際のカメラ性能はどんな感じなのか、先ほど外で動画を撮影した結果をご紹介します。今映している映像がこの Umidigi Power 3で撮影した映像になります。画質がどうという以前に、手ぶれがひどく、手持ちで歩きながらの撮影はまずできないと思った方がいいかと思います。一応手持ちで、なおかつなるべくブレないようにきちんと両手で持った状態で撮影したんですが、それでもここまでブレています。ですので動画撮影においても手ブレが全く効かない上、先ほど検証した動画の書き出し時間もかなりの時間がかかっていますので、動画を撮影したり編集したりするために購入するというのであれば、このスマホは買わない方がいいかと思います。では最後にこのモデルスペックを紹介しておきたいと思います。 CPU は MediaTek の Helio P60、 RAM は 4GB、 ROM は 64GB、ディスプレイは 6.53 インチ、解像度は 2340×1080 ドット、カメラは背面が4800万画素の広角レンズに1300万画素の超広角レンズ、500万画素のマクロレンズに500万画素の深度測定用のカメラとなっています。前面のインカメラにつきましては1600万画素のシングルレンズで、このカメラはいわゆるパンチホールカメラで、パンチ4の位置につきましては画面の左上となります。バッテリーは 6150mAh、 OS は Android 10、価格につきましては先日1万9000円のセール価格で販売されていましたが、通常価格は約2万4000円となっています。2万4000円でアントツのベンチマークが17万点ということで、一見するととてもコスパがいいように見えるかもしれませんが、実は動画の書き出しを行うと10分の動画の書き出しに11分以上かかっており、また動画撮影自体も手ブレが全く効いておらず、基本的に手持ちでの動画撮影はできないというモデルになっています。ですので、どういう人におすすめかというのもなかなか言いづらいところはありますが、カメラについては動画撮影はせずに写真がメインという方、またアプリにつきましても動画編集アプリのような重たいアプリは使わないというのであれば買ってもいいかもしれませんが、今回実際に買ってみた感じとしましては、やはりメインで使うスマートフォンとしては物足りない部分が多々あるスマートフォンかなと思います。なお、この Umidigi Power 3は現在 Amazon で販売中です。販売ページのリンクにつきましては動画の概要欄の方に貼っておきます。販売ページからは価格だけではなく、実際に購入した方の口コミも見ることができますので、その辺興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。